こんばんは。前髪が長いですね。痛い。よいしょ。こんばんは。前髪長すぎて困っちゃうんだけど。長すぎて困っちゃう。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。最近ずっとね、このリップを、色がついたリップを塗ったまんま寝ちゃうんですよね。これ薬用だから別にいいんですけど、塗ったまんまでも、そう、でもそうするとね、枕にすごい、なんか枕がピンクになってるなって思ったら、これでした、犯人は。ちゃんと落とさないとなって思った。そう、あとは寝るだけ配信、最近この9時半配信にハマってます。そう、あとは寝るだけ配信です。なんかそう、ね、自分のショールーム見たらなんか前髪上げてた方がいいなって思ったけど、今日は下ろさせていただきます。こんばんは。ドレッサー早速買っちゃいましたか？まだなんですよ。土曜日ね、ちょっと しようかなって思って、土曜日に前髪上げた方がいいんだよな。なんか前髪伸びてきちゃってね、明日切ろうかな。いきなりのショールームで前髪断髪配信。前髪でももうちょっと伸びてから切ろうかな。前髪ありが好き。嬉しい。なんかどっちでもいいんですよ。日によるんですけど、今日の前髪に聞いてます、毎日。そうそう。あ、うわあ。なんだっけ。あ、そうです。9時ですかね。公式 YouTube に NGT の見ていただけましたでしょうか。まずの方は見てください。踊ってます。気になる方はぜひ、そうですね、2番を歌ってます。踊ってます。ぜひ見てください。あえて内容言わずに見てみてください。見たよ、ありがとう。ドレッサー開封配信、いいね、しよっか。土曜日にしましょうか、それ。土曜日にしよっかな、ドレッサー開封配信。それで詰めていくっていう、でも少ないんですよね、もの。でもその買ってもまだそんなものがない、田舎に入れるものがないけど、やっぱその入れたいがために多分たくさんこれから買っていくんだろうなって思います。そうなんです。めっかわだった、ありがとう。あ、四つ葉のクローバーありがとうございます。久しぶりに踊ってる姿ね。てかね、私もすごい久しぶりに踊ったんですよ。ずっと踊ってなかったから。で、あれ妹に撮ってもらったんですよ、私。なんかこうやって自分で携帯立てて撮るのもなんか角度的に変で、やっぱこうよりこうやって撮ってもらいたかったから、こういう角度で。だからそう撮ってもらったんだけど、そう、私の理想は足首から上、足ここ。足首ぐらいまでをで切ってほしかったんだけど、足までね取っちゃって、なんかそれがすごい後悔なので、私の足が見えます。そう、なんか裸足だったし、なんかあんま映してほしくなかったんですけど、映っちゃいましたね。そうで、なんでそれを取り直さなかったっていうと、なんかめちゃめちゃ久しぶりに踊ったからなのかわかんないけど、マックス1曲で、まあそれは疲れるけど、あんな疲れるのかっていうぐらいすごい汗をかきました。マックス1曲ですごい汗かいちゃって、なんか一公演やったのかなぐらい汗かいちゃって、久々に踊ってね、まあ、その日が暑かったのかわかんないけど、いや本当になんか一人で疲れてましたね、ひたすら。そう、びっくりした。こんなマックスってこんなハーハーなるっけみたいな。なんかいつもアンコールで踊ってるから、アンコールってもう疲れた状態で最後にマックスだから、あんま疲れたとかよくわかんないんですよ。そ
そうだから、まあ、マックスめっちゃ体力使うなって思った。副村長申請来たらやる？あ、申請来ましたよ副村長の。なんかグループでなんか副村民なんだっけ、副会長副村長みたいなの、なんか希望者は LINE くださいみたいなこと言ってたんですよ、はるかが。そうで、私別に希望しなかったんで LINE しなかったら、はるかから LINE が来て、なんか副村長ぜひ立候補してみようって来て何言ってんだこいつって思って、でなんか LINE してましたね。何話したかよくわかんないけど LINE が来てたから、私は立候補しなかったですそうそうそう、大会はしてないけどね。はるか村にカラスがいるか聞いたんですよ。そしたらはるか村にはねカラスがいないみたいなので、ちょっと初めてはるか村いいなって思いました。そう、新潟市にはねカラスが多いので、そうだからちょっとそれは嫌なので、初めてはるか村に移住してよかったなって思いましたねそうこういうことで何言ってんだろうなと思ってあ、ハートありがとうございます。そうそう、あとなんか話そうとしたんだけど、あ、そうだ、 TikTok も投稿しました。今日はこれでもうため撮りが終わったので、また明日撮りたいと思います。そう、あのね、なんだっけ、何撮ったんだっけ、あ、なんかめっちゃ太ってる人から加工が加わるみたいな加工が加わるみたいな配信で、配信じゃないや、TikTok を撮りました。見てください、ぜひ。コメントもよろしくお願いします。そう、あれすごいよね。もう最初こんな顔になってて、最後こんな顔になってる。そう、変身系の動画です。うん？動画です。見てください。あ、時計合ってるのかな？合ってる。はい、久々に閉めましたね。そう、何撮ろうかな。明日は、あ、そうだ、明日は18時半からひなたさんと公演、あ、ん？ DMM 鑑賞会をします。そう、だからメイクをするので TikTok ため撮りデイです。そう、鑑賞会です。どんな感じなんだろうね、2時間。私は謎の世界です。そう。どんな感じなんでしょうかね。そう、インスタライブ初めてなんですよ。そう、なんかやり方わからなすぎてしっかり始められるのかそう、そうそうそう、なんかどんな感じなんですかね。そう、ひなたさんとやります。そう、だから8時半だから、どうしようかな、明日の配信8時半。いや、でも多分明日はインスタライブ前にやると思います。ショールーム7時半、6時半か、早い、6時半か、6時半、5時半からとか5時半から6時とかにしようかな。じゃあ5時半から6時とか、5時から、あー、ライト、5時から5時半とかにします。見てください。明日めっちゃ早いですだって5時から5時半から6時にしても、また6時半からインスタライブをしないといけない。6時半、7時半、8時半でまたやって、そしたら6時半、ん？ 8 時半に終わったらご飯を食べてお風呂入ってってすると多分10時になっちゃいますそうなんです。あ、そうです、研究生はインスタやってないので、あれですね、なんだっけ、公式アカウントでやるので、ぜひそちらをフォローしていただけると嬉しいです。そうなんです。9時半、いや、なんかゆっくりしたいです、夜は夜はゆっくり。そう、私割と早寝なんですよね。そう、あと夜に家族と遊ぶことが多いのでそう、あんまりね、そう、ぎっとできるだけ遊びたいっていうのかな。そうなんですよ。インスタライブ初めてですね。びっくりです。朝何時に起きる、最近は、うーん、何時だろう、でも
なんか6時頃に目覚めるんですよ、ちゃんと。そう、6時頃に目覚めてちゃんとニュースをつけるんですよ。布団に入ったままニュースをつけて、で、大体あの、そうですね、決まったニュース番組を見て、ニュース番組、まあニュース番組、朝の番組ですねを見ながら携帯をいじってると、また眠くなっちゃって軽く寝るんですよ。で、大体8、6時、まあ7時頃には目覚めてますね。でも布団から出ない。で、8時、9時で、9時半ぐらいまで布団から出ないですね。だから2、3時間はあれですね、もうずっと布団の中で携帯いじってます、朝起きてから。そう、で、まあ9時とか9時半とか8時半、まあ日によりますね。8時半から9時半、10時ぐらいの間までに布団を出て、朝ごはん作って、まあ顔洗ったり歯磨きして、朝ごはんを食べて、で、何してんだろう、なんかぼーっとしたり携帯見たり、なんか勉強したりアクセサリー作ったり、なんか午前中は趣味とかに没頭しますね。午前中は、さらに午前中携帯見ることあんまないかも。午前中は割と趣味のことをしてますね。まあ勉強含め、勉強は趣味じゃないけど昨日までが早い、遅いの本当に。そうで、まあ趣味のことを12時半かな、12時からお昼を食べることはないですね。12時半ぐらいまでやって、で12時半、で12時半頃になったらお昼を何にしようかなって考えて、まあ適当に食べるんですよ、お昼。で1時間ぐらい、まあお昼食べたりなんか携帯出たりして、1時半ぐらいになって、1時半になったら、ゲームをしたりテレビを見たりみたいな。午後はザラザラですね。そう、テレビ見たり、そう、なんか適当に。でもなんか動かないとなってたまにふと思うんですよ、これはやばいって。そう、だからあのヨガマットあるんですよ、家に。で、なんか筋トレしたりなんかちょっとやばいなって思う時が私でもあるんですよ。そう、だからさすがにきっとこれはやばいぞって思うんですよ、ふと。そう、ふと思うんだよね。だからなんかストレッチしたり、なんかひたすら体を動かして縄跳びしたり、家の中で縄跳びしたりして、そうですね。で、まあ3時半から6時半ぐらいまで風呂に入ってますそうで、6時半とかで風呂から上がってくると、だいたいママとか家族が入ってきてて、で、なんかパックとかして、また携帯いじって、で、みんなそしたらご飯ができててご飯を食べの、みんなでゲームしたりしてから今に至るそう、風呂めっちゃ長いの。今日はリアルに3時半から6時半まで入ってましたやばい。そう、縄跳びをしたり、そうそう、なんかね、体を柔らかくしたくて、いろいろなんかやったり。風呂で何してんの？携帯見てますね、基本。携帯で動画見たり、なんか調べたり。携帯あれば3時間なんてあっという間なんですよ、本当に。健康的な方、どうなんでしょうね。わかんない、何が健康的なんだでもまあ、朝昼晩とは食べてます。でも、朝昼一緒の時もあります。別にお腹空かなくて。そう。風呂でずっと携帯見てますね、私は。これ大丈夫なのかな、携帯風呂に一緒に入って大丈夫な携帯なのかわかんないんですけど、一緒にお風呂に連れて行ってます、この携帯は。そう、何見てんだろう、風呂で。なんか、なんだっけな、そう、買いたいものとかがあるとネットでひたすら見ていいのを見つけてみたいな。そう、なんかそう、買いたいものをめっちゃ調べたり、なんかネットニュース見たり、まあ、YouTube がほとんどですね。でも YouTube 見てると本当に時があっという間に過ぎてますね。あと映画とか見ちゃうと、もう2時間ボンなっちゃうんで2時間捨てられちゃうんで、映画で。だから映画見たらマジであっという間ですね。見てなんかあーって思って、あ、終わったって思ったら2時間経って、あと1時間みたいな。そう、それであと1時間なんか携帯見、あ、そう、その間にあれですね、あの755の、そう、
私は絶対風呂に入ってる最中に755投稿してますだから多分今日755のあの投稿っていうか質問返しは絶対風呂でしてるかもしれないだから質問返された時は誰かは多分風呂に入ってた、うん、そうですね。そう、なんかあとメールの返信見たりもしますね、風呂の中で。でお風呂から上がって、あの最近ね、あのちゃんとパックをするようにしてて、そうなんかメンバーから誕生日イベントですごいたくさんパックをもらって、で欲しいって言ったらくれて、それがもうちょっとでなくなりそうなんですよ、みんなからもらったパックが。そうで、パックをしてる間になんか最近パックしてて、その間にあれですね、 SNS 系関連をいろいろやったりしてますかね、私は。そう50カウントありがとうございます。そうなんです、そうです、 SNS 関連とかを動かすのは風呂が多いかもしれない、もしかしたら。そう、めっちゃのぼせるけど、でもなんかのぼせるのがいいですねそう、なんかあったかいんですよね、寒いのって嫌じゃないですか。でもあったかくて、しかも今ずっと家にいるから汗かくことがないんですよ。だから汗かけることがあるし、うん、コメント欄755ね、755、そういっぱい、そう1日ね2、3個、1個から3個毎日返せる、返すことが今の目標今2日間継続できてるので、ちょっと頑張ろうかなって思って。そうフォトログもね、ちゃんと毎日とは言わないけど、フォトログはなんか1週間に1回は更新したいなって思ってますそうなの、そうなんですよ。そうそうなんです。お肌綺麗、いやいやいや、マジであのなんかなんだろう、私メイクしてない日が続いた方がなぜか肌荒れしちゃうんですよ。なんかメイクしてる時の方、メイクし、何、毎日メイクしてた方が肌が綺麗になるになるんですよ。そうでもメイクするのめんどくさくて、メイクしてないとマジでなんかもうね、肌が火山なんですよそう、火山、噴火噴火なんですよ。だからきっといろいろ頑張ってます今。そう、噴火、火山、紫外線そう、なんでだろう、なんか肌荒れしないように化粧はあんましないみたいな言ってる方、ってか一般的には多分そうなんですよ。なのになんかなんでだろう、肌になんか化粧してないと肌荒れるんですよなんでだろう、いや本当になんでだろう、私本当に知りたいそれは。でもたまにそういう人いますよね、なんかメンバーでも誰かいた気がする、化粧してた方が肌荒れしないみたいな。家にいても日焼け止めは塗ってないですね、日焼け止め。でもまず日に当たらないのででもその発想が多分間違ってるんだろうね。そうそうなの化粧が美容、何なんだろうね、化粧品って何が入ってるんだろうね、その成分が肌にいいのかな化粧水か乳液、いやめっちゃつけてるんですよ私、めっちゃいろんなのつけて頑張ってるんですよ。そう最近何なんだろうね、メイクしてた方がなんかいい感じがするんですよね。こんばんは、ありがとうございます。そう、なんでだろうね、紫外線ってね常にあるって言いますよね。あんまりなんか日焼け止めベタベタしてて、でもなぜか日焼け止めを塗るとマジで肌荒れやばくなるんですよ私。そう、日焼け止めはもう敵だから、顔には絶対塗りたくないんです。だから顔には塗らないですね、日焼け止め。あんまり化粧してるからいっかって思って日焼け止め塗らないです。顔に日焼け止め塗るとね、すごいことに、それこそ噴火です本当にそれこそ噴火。そう、マスク焼けね、マスク焼けでもしたことないな、あんまり。なんでだろう。でもあのこの何、ここ
ここ爪地ん頭皮が焼けるとやっぱ痛いですね。だからここは絶対日焼け止め塗ってます。シューってそのシューっていうの塗ってる。そうなんかどんな日焼け止め塗っても顔はきっとあんま好きじゃないです。そうなんでだろう。でも顔本当に顔の日焼け止めはねきっとやばいです。マジで噴火します。そうなんでだろうね。で肌弱くないんですよ。肌めっちゃ強いんですよ。何塗っても基本大丈夫なんですけど。そうでもなんか今ねあの病院に行ったらすぐ良くなったんですけど、マジであの肌荒れひどい子だったんですよ私。そうあの本当にオーディション受ける前なんですけど、あの小6とかかな、本当に肌荒れやばくて、でなんか市販の薬塗ってたんですけど、友達が病院行くと一瞬で治るよって言われて病院行ったら一瞬で治りましたいや本当にもうねもう何やばかったんです。顔のあれが止まらなくて、そうもう顔に1万個ぐらいあるなんか肌荒れしてんじゃないかっていうぐらいやばかったんですけど、病院に行ったらなんかゼロになりました。そう皮膚科マジですごいなって思った。やっぱり病院ってすごいなって思った。そう友達に感謝です本当に。なんかそんな病院っていう選択肢がなかった。なんか病院って風邪ひいた時に行くもんな、まあ、皮膚科だけど、なんかそう皮膚科にあんまりお世話になったことなかったんで、そんな肌荒れのこともやってるんだって思って。そうハートありがとうございます。そう病院本当にすごいなって思った、うん、そうだからそれこそオーディション受ける頃に本当に治ったぐらいだから、いや友達から教えてもらってなかったらもしなんか肌荒れやばすぎて受かってないかもしれないしね本当にまあわかんないけどね。ハートやかありがとうございます。いやすごいですね病院の力は。あと6分うそあっという間すぎるんじゃない本当に病院の偉大さを感じた日でした。 ありがとうカウントありがとう。そうなんかねいや別になんかママとかも何病院っていう皮膚科っていう案がなかったその友達が天才すぎましたね本当に。どうし明日の時間ちょっとメールで送りますそうねあっという間でしたね。さっきまであと20分あるなって思ってたのに時計見たらあと5分になってたね。最近30分配信とあと何夜に配信するようになったら、なんか夜ってあの一日あるじゃないですか。なんていうの朝起きてからいろんなことがあって夜に至るじゃないですか。だから話すことがいっぱいあってやっぱ夜の配信の方がいいなって思いましたね。あ、だるまありがとうございます。ハート100ありがとうございます。インスタライブは6時半からなんですけど、ショールームは多分インスタライブの前にすると思うんですけど、時間はあのショールームのライブ予定のところとメールとかいろんなところに書きますね30分早いですね。でも1時間となるときっとね長くなっちゃうのでね。そう40分、でも40分多分30分が私にはちょうどいいんですよね。40分ってなると多分残りの10分どうしようってなるんだと思う。30分で焦ってあもう時間だねお休みぐらいがいいんだと思うそうそう公園見た夢の配信、おすごい入ってたってことかな。そうなんです。そう今日のね一日の行動を振り返れるんですよこのショールームでだからいいですね自分的にも。あ今日マジで何もしなかったなって日は話す内容がないし、そうそう。あ、そう明日の目標はね、あの
ずっと私イヤリングとか女の方がつけるアクセサリーを作ってることが多いんですけど、あの男の方がねつけれるような何ミサンガアクセサリーを今頑張ってて、だからそれを作ります明日は。そう、私の一日をね、朝からこの時間に至るまでのそうなんですよ、ちょっと待って、そう、10時になるとパッて終わっちゃうから1分ぐらい毎回早く終わったんですよ。ちょっと喋る、そう、きっとね、皆さんにね、販売できる日が来ればなって思ってお話し中。あ、誰もありがとうございます。そう、男性もね、つけれるアクセサリーがあった方がやっぱりいいかなって思って、そう、あ、だるま100個ありがとうございます、よろしくお願いします。そう、あの、作ったの見せれたら見せたいなって思って、まあ、作れるか、明日やることいっぱいあるんですよね。 TikTok のため撮りとかインスタライブ、そしてショールーム、その前にショールームという、すごいあのおうち時間にしては珍しい過密すごく忙しいスケジュールになっております。イヤリングとかリング、あ、そう、リングね、昔作ったんですよ一回、でもどっかやっちゃって、また作ろうかな、今材料なくてそう、買えないんだよねリング、私めっちゃ作りたいんですよ今。そう、でも材料が今買えないので悲しいです忘れ時間ですね。あと59分になったらきっとやめないと、話してる最中にバンってなっちゃうのが嫌だから、勉強、そう、勉強もしないと。男性の方ってやっぱりピアス開いてる方いますよね、私だっかな。そう、男の人がここに何ちっちゃいこういうないですか、私だっかな。おやすみなさい59分おやすみ、明日は6時半から